グランドエスクードは、かつて鈴木が製造、販売していた大型 SUV。海外では、グランドビターラ XL-7、または、XL-7 として販売されていた。1997年から発売された2代目エスクードを、ベースに、2000年12月に、V 型6気筒 2700cc ガソリンエンジンを、搭載して発売された。 エスクードの5ドアボディより全長が 485mm 長く3列7人乗りである。北米では XL-7 を名乗り1998年に発売。日本では2005年のエスクードのフルモデルチェンジに際しモデル消滅となり3列シート SUV 市場から撤退という形になった。2005年のデトロイトモーターショーに出展された。 コンセプト X の市販モデルが次期 XL-7 として投入され、2006年のニューヨーク国際自動車賞で世界初公開された。この XL-7 は GM シータプラットフォームを採用し、5メートル強の全長を持つ3列シートで V 型6気筒 3600cc エンジンを搭載する。生産はプラットフォームを共有するシボレー・エキノックスなどと同様。 カナダのキャミオートモーティブで行われていた。1998年、北米市場で発売開始。2000年12月、国内で販売開始。2002年1月9日にファッションデザイナー山本、関西が、外観、内装をファッショナブルにアレンジした特別使用車、グランドエスクード、関西を設定。インテリアでは、山本関西デザインの専用シート表皮 ドアトリムクロス、本革巻きステアリングホイール &AT シフトノブ及びトランスファーレバー、それにインパネガーニッシュ、センターコンソール、フロアコンソールガーニッシュに木目帳を採用した。2輪サイズの CD、MD ステレオを採用。2002年6月25日に特別限定車、ヘリーハンセンリミテッドを設定。専用のフロントバンパー、フロントグリル、ヘッドランプガーニッシュ、 サイドステップ、リア,アンダーガーニッシュ、スペアタイヤハウジング等を採用し、力強いイメージの外観とした。内装は、撥水加工処理を施した専用ファブリックシート表皮、専用スピーカーを採用した MD、CD ステレオ、文字盤面を白色とした専用メーターパネル、黒色本革巻き、ステアリングホイール、シフトノブ及びトランスファーレバーを採用。年月、 一部改良。インパネのデザインを変更。2003年6月、マイナーチェンジ。フロントマスクのデザインを一新。2004年5月20日に特別使用車グランドエスクード L エディションを設定。特徴は、本革シート表皮と、人工皮革のドアトリム表皮を採用した質感の高い内装。また、黒キめ超パネル、本革巻き、ステアリングホイール、メッキドアハンドル。 内側を採用。2005年4月に生産終了。5月にエスクードのフルモデルチェンジにより、モデル廃止。ありがとうございます。